ハローチミン、クラジオです。今、佐賀の鹿島に合宿に来てます。今日は普段、実業団選手たちが、どんな時間中で、合宿の時に生活をしているのかっていうのを、皆さんにお届けできたらなと思います。ではおはようございます。今朝の5時半過ぎです。だいたい朝練が6時集合となっているので、5時半には起きてストレッチだったり、まあなんかいろんな準備をしてから行きます。おはようございます。それカメラですか？カメラ写真撮る動画、YouTube で今日は密着よ。おはようございます。それでは朝練を始めたいと思います。暗くなってきているので足元十分注意してやっていきましょう。そしたらお願いします。おはようございます。クイズクイズマッチつまってない。今日は間違っても景色が今日綺麗じゃない。一緒ならず黙れてますか。誰も喋んない。でも足かけない。あいつとか言ってる。じゃあまだあと5キロぐらいあるんですよ。いいそんなすげえな。私が帰ってきたと同時に小葉から弁当が。今日ステーキにしたんだよ。どれだ、これか。違うな。ないっすね。ないな。誰か持ってっちゃった。これじゃないですか。違う、牛カルビ丼だ。カルビだ、カルビでした。この合宿はちょっと特殊な形態でして、はい、持ちましょうか。あれだね、違う。ホテルで朝食、昼食、夕食が出ないんでスタッフが買ってきてくれます。朝食はすき家、昼はお供、夜は朝食。もういいよ。いいですか。これが普段の合宿中の部屋です。結構ね、この合宿は、まあ、普通のビジネスホテルなんですけど、はい、こんな感じで、鹿島で生活してます。朝食を食べ終わって携帯触ってたり寝てたり、午前中がだいたい11時過ぎぐらいから、まあ僕の場合は動き出すので、今は朝食食べ終わってゆっくりしてる時間です。だいたい3時間ぐらい休憩時間かな。11時過ぎです。午前は10キロぐらいかな。ゆるジョグです。午前中は11キロ、走ってきました。で、昼は朝も言ったようにほっともっと、まあ、徳のり弁当を食べて、今またゴロゴロした時間です。最近は令和の虎めっちゃ YouTube で見てます。午後はだいたい4時ぐらい、まあ、だいたい16キロから20キロ、最低10マイルっていつも決めてるんで、それぐらいは4時半ぐらいから走って、で、だいたいこの合宿の流れ的には練習終わった後速攻シャワーを浴びて、その後みんなでマジョイフルに行ってご飯を食べて、その後ユートコ温泉っていうのがあるんですけど、そこに行ってサウナ入って温泉入って帰ってきて寝ます。はい、4時22分です。午後練は10マイルジョギングです。こんな感じで合宿中は、3部練です。まあ週末1万のレースもあるんで、今日は16キロぐらいですけど、まあ朝20キロ、午前中11、午後16、まあ47キロぐらいですかね。夏はずっと、まあ、朝21、午前中10、午後は20とか、だいたい50キロ超えだったかな、ほぼ毎日。結構走ってきたんで、まあだいぶ筋肉もついてきて、まあただちょっと怪我してたのもあって、まあ毎日に向けてというか、週末はレースありますけど、週末のレースは、まあマックスで行くつもりはないんで、どちらかというと毎日駅伝に、しっかりフォーカスを当てて、行けるように、行きます。今から競技場に向かいます。はい、そしたら2回行きましょう。行きますよ、よっ、はいよっ。知ってますね。6時36分、ジョイフルに行ってご飯です、夕食です。これと顔だけ
しっかり見えてます。今日1日ほんと密着してる、自分に暗くなったね、ほんとは6時半でもう真っ暗だもんね。いや、そしてなんか毎年そうだったけど、九州の予選終わってニューイヤーまで早いもんね。あっという間っすね。気づけばもうもう12月で明日年明けんのかみたいな。12月入ったら早いよね、ほんと。これ固定されてるのか。デイス、デイス、デイス。おい、お前、お前。はい、今ちょっと口チキンしていきます。おい、ゆうや、間違えてコーラついてくんなよ。俺プロフェッショナルだから、俺お茶しか飲まないって決まってんのに、ゆうやが間違えてコーラ入ってきたよ。飲むしかないな。いつ間違っちゃって言うねん、お前。あ、回してる。なんかゆうやの部屋狭く見える。荷物下入れてないんだ。一回一回引き出しみたいにこう全部、なるほど、入れて出して、すごい。なんかポールついてる。いや、あれです、自分のすぐこれ、うん、今日は夕食を食べた後、8時から9時ぐらいまで受けて、10時過ぎには寝ます。嘘つかないでください。おい、バカ野郎。アスリートだから早く寝るんだよ。心配耐えてるね。睡眠大事だから。そんなこんなでこれが実業団チームの一日です。こんな生活を合宿中はしてます。じゃあおやすみなさい。